これなんかいいな。わあ、もうノエル仕様やわ。かわいい。ノエルでーす。キラキラしてる。さあ、ノエルとは？ノエルとはクリスマスでーす。ねー。ちょっと1年前にもね、ゴンマルシェを紹介してるんですけども、今日はティーポットをゲットしたいので、早速佐藤そっちに向かいたいと思います。はい。せっかくなんでツリーだけお見せしたいですね。ツリーだけな。あ、また。お、一緒や。かわいい。またあれやな、展示の仕方が少しちゃうな。うん。でもかわいいな。うん。同じやな。はあ。わ、なんか懐かしいな。なんかいい感じです。こっちの建物じゃないっぽいね。うん、こっちはプティックってかな。移動しなあかんわ。かわいい。おー、素敵。この壁めっちゃ可愛くない？可愛いな。めっちゃ可愛いな。素敵。可愛い。あれやんな、ブロガンズにありそうなやつ。普通に可愛い。これこんな机も欲しいな。理想のお家。うちの机も大事です。可愛いっすね。ここに見えてきましたよ。いいのあるかな。めっちゃある、めっちゃある。いいね。グラスもあると思う。おー、キッチンコーナー。あるのか。どうですか。果たしてポットがあるのか。楽しみですね。ここはな、あるけどな。かわいいね。かわいい。かわいいコップやな。これめっちゃかわいいやん。非常にこれがかわいいです。アルコールがちゃんと完備されてます。いいじゃないですか。素敵。ちょっと蓋を開けてみたいですが、触っていいですか。多分アルコール車からいいんちゃう。あー、いいよ。お、気に入った。ただあれはついてないけどな、チョコシ。うん、いくらかな。39ユーロ。あ、全然安い。思ったよりも可能性広がる。ワンチェック。ワンチェック。マーブル側のコップが、ほんまや、11ユーロ。どうせならセットでいっちゃうか。こちらコップあるんですよ。やな。これは？あ、これ。これも良くない？いいな。ああ、スポスポするやつや。ああ、なるほど。いいよな。押すやつか。これでも入れて、まあコーヒー寄りやんなこれは。いや、分かれへん。マシュアビデオ。10ユーロ。マッシュ大丈夫。100ユーロやから予算。あ、かわいい。普通にかわいい。い、癒される。マッシュの好きなとっての感じ。これちょっとあれやんな、このチャキをすごい意識してはるよな。あ、チャコシもついてる。ついてます。結構好きよ、私。あ、ちょっと今まで余裕ぶっこいたけど175ユーロ。予算オーバー、オーバー、予算オーバーしました。そっか、やっぱそういうこともあるんやね。あー、出た。やっぱりこれあるんやな、こっちも。これも高かったやつやな。うん、なくね、上に、うん、でもいいよな、ずっとあったかいの。確かに欲しいかも。わー、許します。これか、今日うちらが買うのは99ユーロ。でも俺見た目は好きじゃないんやな。あ、でもこれいいんじゃん、黒。かわいいやこれ。かわいいわ。だって茶こしもついてたやろ。うん、ほら、ついてるし。ほん、これ上洗えるんかな。あ、そうやな、洗えへん。これは洗えへん。そっか、洗えへんのか。
こはコーヒー系じゃない？これコーヒーやん。それはあれっぽいな。コーヒーや、シュッポシュッポや。うまや。うん。あ、でも欲しかったやつやん、これ。それは欲しいな、ほんまに。そうやね、たまにコーヒー飲みたくなるけど、超たまに、ほぼ飲まれへんけど。やっぱこっちやな。ほら、映えやろ。これ完全に家のやつと似てるね。14L、え、めっちゃ可愛い。可愛いな。しかもこのサイズめっちゃ気に入ってる。あ、しかもさ、見て。このサイ、この、うわ、すごい立派、しっかりしてる。可愛い。このさ、カップ、めっちゃ気に入ってんねやん。うんうん。このサイズ感あえて好きやねんな。好きやね。わあ、可愛い。こういうの好きです。可愛いよな。うん。ジェン、ジェンっていうブランドかな。ジェン。可愛いね。可愛い。この辺のお皿めっちゃ可愛いやん。全部可愛いな。めっちゃ可愛い。なんか立体不思議な感じ。え、ちょっと待って。可愛いな。そうそう。だからここにな。うん。ちょっと違うねんけど、こういうのをブロカンツでやってたなと思っててんな。そう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 、こういうのもいいなと思ってたんですよ、私。これはでも、あれかな、ちょっと立派すぎるかな。いくらやねん。これは高いで。ああ、予算が150か。でも一生持っちゃうよね。いっぱいは入る。迷うな。ちょっと150な、いいな。でもグラスやね。こういうのもいいね。意外とシンプルでいいよな。無駄なく使えるよね。ああ、なるほど。茶こしはないと。あれはいるんやな。じゃあ、あの葉っぱよけ。いくらですか？103。あ、じゃあギリ買えるか。買えない。100。いや、じゃあこっちがいけんじゃん。うん。これはちょっと私は買わないから。シンプルすぎる。うん。あ、これもいいな。なんでかっていうと洗いやすそうだから。でも丸い方があの茶葉っぱがくるくる回っていいっていうやんね。あー、そうやな。お金持ちのお家にありそうな雰囲気やね。立派なお家に似合いそう。わー、かわいい。あー、ウィーン。パブリキ惜しい。うわー。あー、カエジョリー。カエミノ。ありましたよ。これ、よかった。マリアルフレーズ。マリアージュフレールの、わ、すげえ、キラキラや。いや、マリアージュフレール、普通にこれいいなと思ってんねんけどな、マリアージュフレールのやつは。あー、でも90ユーロか、いい値段やね。こっちはキラキラやな、ちょっと見てみる？ちょっとあれやな、うお、透明のすごいな。面白い。チャキがありますね、ちゃんと。これかわいいな。これ79ユーロやって。嬉しいよね。欲しい。しかもマルコポール、中も買えれんのかな。うーん。この、かわいいな。こういうテーブル準備したい。こんなテーブルいいよな、こうやって。すごい素敵。あ、このお皿とかかわいいな。すごい好きです、このお皿。これ何の展示？この。かわいいね。香水やな。香水か。いいね。今日は醤油あるのかな。鉄パクテなのかな。あ、ここにあやちゃんの好きな紙があるよ。わー、ここもかわいいですね。この中やったら、あ、これかな。これかこれかな。こっちもいいな。これいいな。かわいい。これ何に使うん？壁に貼ったりか。飾ったりかな。引いたり。おお。いいなと思ったら145ユーロって。ああ、やっぱりする。いいもん。
このディティールめっちゃいいもん。すごいなんか口んとこもな、なあ、かわいい。65。オープンな感じですね。これであれやな。うん。これで終わっちゃいました。終わり。うわ。どうしよう。今あったな。ちょっと考えるか。今ありましたが。悩むね。非常に悩むね。もう一回。もう一回ゆっくり見ていこうか。あ、これ茶こしついてない系か。これまあまあいいよな。まあまあいいよね。まあまあ身の丈にも合ってる感じがします。ただね、テンション上がるかって言ったら、これやったらエマ飲んでもいいんちゃうって思っちゃったりするんだよね。そうやんな、そうやんな、なんてなんてなんて、そうやんな、なんならもうどっちかって言ったら今そう、こっちの方が買って帰りたいわ今。これめっちゃ可愛い。鬼可愛いで12ユーロ、うん、全然いける。39ユーロ、許容範囲ですね。あー、なんかもうテンション下がっちゃったよ。なんで？疲れてきた。考えすぎてもう疲れてきた。そう、結局な決定打がなくてね。なんかめっちゃめっちゃ高いけど可愛いやつ欲しくなってきたっていうね。なんでこんなに悩むんだ。でも欲しいやつは多分300ユーロぐらいすると思うねん、何やつから。なあ、めっちゃ迷うな。あ、これはちゃん、ビール瓶。これもシルバー、かわいいな。でもさ、これあれ前言ってたやん、あの石灰が作ってな。ああ、カルキ、カルキ、カルキみたいな。まあまあまあ、ああ、茶色くなっていくのかな。そうだと思う。茶色っていうか、あの白い汚れみたいな、お酢で取ったりとかしないかな。個人的にこれも気になんねんけどな。怖いけど、ちょっとな、紅茶の色がな。てかこれなんか、お花とか飾りすぎな。でかすぎるか。ここなんかありそうなる？ここは白いゾーンやな。これでいいんじゃん。あれ？ああ。まあいっか。とりあえず。とりあえずそれ。お水も入れれるから。うん。あり？ありじゃない。いっちゃう？13ユーロやな。うん、もうでもフォーマル。いいんじゃない、結構入りやん。なんか下手にあの30何ユーロのなんかよりもいいな。紅茶入れるやつではないと思うけど。でもまあまあまあ、まずじゃあそれゲットしとくか。うん、黒もあんね。黒やったらさっきのあの青い方が好きかな。黒がいいな。じゃあちょっとつなぎということで、水グラスもできるしな。あらえるあらえる。ちょっとゲットしときますか。つなぎで、つなぎでこれをゲットしましょう。結局モノプリやん。モノプリやん。モノプリいいよな、シンプルで。モノプリですやん。はい、モノプリで一旦収めます。ちなみに今ちょっと塗り直してました。すごい。やるタイム。